田の屋のアルブルコです。前回の動画でローリングの張り替え工法についてご紹介いたしました。今回はその中の重ね張り工法、フローリングの上にフローリングを張る施工を実際の現場と一緒にご紹介いたします。今回はキッチンとフローリングの同時施工。こちらが施工前のキッチンです。リクシルのシエラに入れ替えます。こちらがフローリングになります。細かい傷が目立ちます。日焼けの跡も分かりますね。玄関からお部屋へ入るときに段差があります。サイズを測りフローリング材をカットしていきます。そして既存のフローリングに釘打ちを行います。釘打ちは根太の部分に当たるように打っていきます。釘打ちを行うことで根太と既存のフローリングをしっかりと固定し、床が沈んだりお隣がするといった心配もありません。接着剤をつけて実際に貼っていきます。床に接着した後にフロアステープルという大きなホチキスで留めていきます。これを繰り返してフローリングを貼っていきます。ローリングの工事は6畳で約1日ほど、費用は15万円からとなっております。今回の施工面積は約18畳、壁の造作、キッチンの組み立てなどを含め計6日間の施工でした。費用はローリング工事で30万円から40万円ほどとなっております。光沢があり段差も解消されました。気になっていた傷もなくなり、お客様も喜んでいらっしゃいました。いかがでしたでしょうか。施工面積が広いと日数もかかってしまいますが、床を剥がしてから行う張り替え工法より断然早く費用も抑えることができます。もちろんお家の築年数や劣化状況によっては重ね張りできないこともございます。現地調査の上、お客様に最適なプランをご提案いたします。床の張り替えやその他リフォームをお考えの方、ご相談のみでももちろんお受けできますので、お気軽にお問い合わせください。